問回答需要ある、今日は答えていきます。この動画いるのかなって思いながら撮ってますけど、こんばんは、ゆじすけです。最近はストゼロなんですよね。で、今日はストゼロの気分なんです。もう一本ストゼロがあります。だらだら喋ろうと思います。蒙古タンメンのカップラーメン、今日の夜ご飯。一人暮らしはカップラーメンで済ませる時があるんだよね。辛っ。今日何をしようと思ったかっていうと、質問コーナーに答えていこうと思います。最初のやつ、もしかして動画で話されてるかもしれませんが、出身地は東京です。初恋はいつ、相手の名前、千秋ちゃんです。あ、これいい質問ですね。嫌なことからは逃げてしまいますか、受け止められますか。絶対に受け止めます。受け止めた上で絶対に解決しようとするっていうのが僕の目標としてることなんですけれども、会社で自分以外の人がみんな辞めちゃった時があったんですよ。チーム8人ぐらいいて、自分を除いて7人みんな辞めちゃうみたいな。で、それはポジティブな辞め方だったから、止めるにも止められないっていう感じだったんですよね。自分の糧になると思って、そこから1年頑張って今いいポジションをいただいているので、嫌なことから逃げるっていうことは絶対にしないです。っていうか、したくないし、しない方がいいと思う。次、お金って大事だよね。お金が一番じゃないとか言うけどさ、お金が一番です。絶対一番。お金がある、お金が一番大事ではないかもしれないけど、お金があることによって心を保てるから、だからやっぱりお金はあった方がいいよね。お金を稼ぎたい。そんな感じで今日は質問コーナーをやってみました。いっぱい元気な動画をこれから撮っていくので、よかったら応援してください。まだまだ聞きたいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。じゃあ次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。